テスト25、標準。全創造物への警告者の一条となるべく、その僕、預言者アスタリスクムハンマドアスタリスクに識別2を下されたお方は、祝福に溢れておられる。枯葉、諸天と大地の王権がご自身に属し、子供を設けることなく、その王権においていかなる共同者もお持ちにならず、すべてをお作りになり、それらを叱るべく調整されたお方。彼ら、シルク・アスタリスクのと、は、彼をよそに神々の一条を設けた、それらは、それら自身が作られたものであり、何も想像することなく、自分自身に対する害も益も有さずに、不死も生も再生、を司る力、も有してはいない。不信仰に陥ったモノアスタリスクたちは、言った、これ、クルアーン・アスタリスク、は彼、預言者アスタリスク・ムハンマド・アスタリスク、が捏造し、別の民の一条がそれに関して彼に手を貸した、でっち上げに外ならない。そして確かに、彼らは不正アスタリスクと偽りの言葉を犯したのだ。また、彼らは言った、クルアーン・アスタリスクは、彼が書き写させた昔の人々のおとぎ話で、それは朝夕に、彼に読み聞かされているのだ。地とアスタリスクよ、言ってやれ、諸天と大地における秘密をご存知のお方、アッター・アスタリスク、が、それを彼に下されたのだ。本当に彼は、許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方なのだから。また、彼らは言った、食べ物を口にし、市場を歩くの一条この、自称、死とアスタリスクは、一体どういうことか。どうして彼のもとに、その正直さを証言する、天使アスタリスクが下されて、彼と共に警告者とはならないのか。に。あるいは、どうして、彼に、天から、財宝が下されたり、彼がそこから食する農園が現れたりはしないのか、不正アスタリスク者たちは、信仰者たちに対して、言った、あなた方は、魔術にかかった男に従っているに過ぎない。地とアスタリスクよ、見てみよ、彼らがあなたに対して、どんな例えを挙げ、迷い去りの一条、そして彼らが、正しい、道を見出すことができずにいるかを。もしお望みなら、現世で、あなたにそれの一条よりも良いものをその下から河川が流れる楽園を、そしてあなたに豪邸をお授けになるお方は、祝福に溢れておられる。いや、彼らは、復活の、その時を、嘘とした。我らアスタリスクは、その時を嘘呼ばわりする者に、劣化を用意しておいたというのに。それ、地獄の劣化、が彼らを遠い場所から認めるとき、彼らはそれが生きり立つのと、うめくのを耳にする。の一条。そして、がんじがらめにされての一条、その中の狭苦しい場所に放り込まれるとき、彼らはそこで、自らの、破滅を祈る。に。すると、こう声がかかる。この日、あなた方はただ一度だけの破滅を祈るのではなく、何度も破滅を祈るのだ。の一条。地とアスタリスクよ、言ってやるがいい。一体それがより良いのか、それとも経験アスタリスクな者たちが約束された永遠の楽園なのか。それ、楽園、は彼らにとっての褒美であり、行き先なのである。そこには永遠に住む彼らのために、彼らが望むものがある。それはあなたの主アスタリスクにとって、願われた約束の一条だったのだから。そして、彼、アッター・アスタリスク、が彼らと、彼らがアッター・アスタリスクをよそに崇めていたものを召集され、その崇められていたものに、こう、仰せられる日のこと、を思い起こさせよ、一体あなた方が、これらの輪が僕たちを迷わせたのか。それとも、
彼らが自ら道を迷ったのか。彼ら、アッターアスタリスクをよそに崇められていたものは、竜、あなたに讃えアスタリスクあれ。あなたを差し置いて庇護者を設けることなど、私たちのすべきことではありませんでした。しかしあなたは、彼らとその先祖が教訓を忘れるまで、彼らを楽しませられましたの一条。彼らは、滅亡の民だったのです。すると、シルクアスタリスクを犯していた者たちに、こう言われる、彼らは、あなた方の言っていることを嘘とした。そしてあなた方は、自分たちから懲罰を、そらすことも、自分たちを、助けることもできない。あなた方のうちの不正アスタリスクを働く者には、我らアスタリスクが甚大な懲罰を味わわせるのだ。の一条。死とアスタリスクよ、我らアスタリスクがあなた以前、死とアスタリスクたちのうちから、誰かを、使わすときには決まって、彼らは食べ物を口にし、市場を歩いたものだったの一条。また、人々よ、我らアスタリスクはあなた方を互いに対する試練にとしたのである、果たして、あなた方は忍耐アスタリスクするのか、と。あなたの主アスタリスクはもとより、よくご覧になるお方なのだ。また、来世での、我らアスタリスクとの拝謁を望まないの一条者たちは、言った、どうして私たちに天使アスタリスクたちが下されたり、あるいは私たちが自分たちの主アスタリスクを拝見したりすることがないのか。に、彼らは確かに己にうぬぼれ、度を越して反抗していたのだ。彼らが天使アスタリスクたちを目にする日の一条のことを思い起こさせよ。天使アスタリスクたちは、こう言う、この日、罪悪者たちに吉報などない。そして彼ら、天使アスタリスクたちは、言うのだ、天国が彼らに、完全に禁じられたものとなれ。我らアスタリスクは、彼らが、現世で、一見良い行いへと向かい、それらをバラバラのゴミくずとしてしまう。の一条。天国の住人はその日、地獄の住人、より良い定住の場、より優れた休息の場にある。雨が割れて、薄い白雲が出現し、天使アスタリスクたちが次々と下される日のことを思い起こさせよ。の一条。その日、不信の王権は、慈悲や招きアスタリスクを方、アッターアスタリスクに属するの一条。そしてそれは不信行者アスタリスクたちにとって、困難な日なのだ。不正アスタリスク者が、悔しがって、自分の両手を噛み、こう、言う日、のことを思い起こさせよ。ああ、私が死とアスタリスクと共に、道の一条を選んでいたらよかったのに。我が災い世の一条、不信仰な、何坊を、親友としなければよかった。枯れ葉確かに、教訓、クルアーンアスタリスク、が私のもとに到来したとき、私をそこから迷わせてしまったのだから。シャイターンアスタリスクはもとより、人間に対するとんでもない裏切り者である。の一条。また、死とアスタリスク、ムハンマドアスタリスク、は、主アスタリスクに訴えて、言った、我が主アスタリスクよ、本当に我が民は、このクルアーンアスタリスクをほったらかしの一条にしてしまいました。あなたにそうしたのと同様に、我らアスタリスクはすべての預言者アスタリスクに、罪悪者たちからなる敵を設けたの一条のである。そして導き手と援助者は、あなたの主アスタリスクだけで十分だ。不信仰に陥った者アスタリスクたちは、言った、どうしてクルアーンアスタリスクは、トーラーアスタリスクや福音アスタリスクのように、彼、預言者アスタリスクムハンマドアスタリスクに一変に下されないのか、我らアスタリスクは。
それによってあなたの心を堅固にすべく、クルアーン・アスタリスクを。そのように、徐々にした、詩の一条、またそれを明瞭に区切ったのだに。また、詩とアスタリスクよ、彼ら、シルク・アスタリスクのと、があなたに例えの一条を挙げれば、我らアスタリスクは決まって、あなたに真理、の回答、と、それに対する、より良い説明をもたらすのである。彼らは、顔を下にした逆さまの状態の一条で、地獄へと集められる者たち。それらの者たちはより悪い場所にあり、より道を迷った者たちである。我らアスタリスクは確かにムーサーアスタリスクに敬天、トーラーアスタリスクを授け、その兄ハールーンアスタリスクを彼と共に片腕とした。そして、我らアスタリスクは言った、あなた方二人を、我らアスタリスクの未調の一条を嘘呼ばわりした民のもとへ行き、彼らを正しい信仰へと召くのだ。そして、彼らはムーサー・アスタリスクたちを信じなかったので、我らアスタリスクは彼らを徹底的に滅ぼした。また、ムーフ・アスタリスクの民を滅ぼした。彼らが死とアスタリスクたちの一条を嘘つき呼ばわりしたとき、我らアスタリスクは彼らを溺れさせ、彼らの歴史を人々への未調とした。そして我らアスタリスクは不正アスタリスク者たちに痛ましい懲罰を用意しておいたのだ。また、アードアスタリスク、サムードアスタリスク、ラッスノトアスタリスク、そしてその間の多くの世代を滅ぼした。また、我らアスタリスクはすべての民に例えの一条を挙げ、他が信じなかったので、彼ら、すべてを完全に滅ぼした。彼らは確かに、忌まわしい雨を降らされた町を訪れたの一条。一体、彼らはそれを、熟慮して、見ていなかったのか？いや、彼らは復活を望んではいなかったにのだ。また、死とアスタリスクよ、あなたを見れば、彼らはあなたを嘲笑の的とするだけ。彼らは、こういうのだ、一体これが、アッターアスタリスクが死とアスタリスクとして使わされたものだって。本当に彼は私たちを、私たちの神々、偶像、から迷わせんばかりだった。もし私たちが、それら、の崇拝アスタリスク、において辛抱強くなかったならば。彼らはいずれ、彼らが懲罰を目にするとき、誰が寄り道に迷っているものかを知ることになろう。死とアスタリスクよ、言ってみよ、自分の欲望、への服従、を自分の崇拝アスタリスクすべきもの、への服従、としたものの一条について。一体あなたは、そのものに対する代理人になのか？いや、あなたは、彼らの大半が、クルアーン・アスタリスクを熟慮して、聞いていると、あるいは分別していると思っているのか。彼らは家畜のようなものに外ならない。いや、彼らは、それら、寄り道に迷っているのだ。の一条。一体あなたは、あなたの主アスタリスクがいかに韻を引き伸ばされたか、彼がお望みになれば、それを静止させたまうたであろうを、見ないのか。それから我らアスタリスクが、太陽を恐れ、陰に対する目印とされたのを。の一条。それから、我らアスタリスクはそれ、陰を、我らアスタリスク自身の肩へと少しずつ掴み寄せる。の一条。彼、アッターアスタリスクは、あなた方のために夜起きぬ年の一条、眠りを休息とし、昼を展開する時間にとされたお方。また、枯葉その御慈悲、雨の前触れに吉報を告げる風を送ったお方。そして我らの一条は、天から清浄な雨を降らせた。
それは、我らアスタリスクがそれによって死んだ土地を生き返し、我らアスタリスクが作った家畜やたくさんの人間にそれを飲ませるため。我らアスタリスクは確かに、あなた方が教訓を得るべく、あなた方の間にそれ、雨を降り分けたの一条。そして大半の人々は、我らアスタリスクの恩恵に対する否定以外を拒んだのである。また、もし我らアスタリスクが望めば、我らアスタリスクはすべての町に警告者を使わしたであろう。の一条。ならば不信仰者アスタリスクらには従わず、彼らとはそれ、クルアーンアスタリスクによっての一条を大いに奮闘せよ。彼、アッターアスタリスクは、こちらは甘くて美味しく、こちらはしょっぱくて辛いという風に、二つの海を出会わされ、その二つの間に障壁を設けられ、完全に隔離されたお方。の一条。また、枯葉水の一条から人間をお作りになり、それにを血縁関係と痕跡関係、からなるものとされたお方。もとより、あなたの主アスタリスクは全能者であられる。彼ら、不信仰者アスタリスクらは、アッターアスタリスクをよそに、それを崇拝アスタリスクしても、自分たちを益もしなければ、崇拝アスタリスクしなくても、自分たちを害もしないものを崇めている。不信仰者アスタリスクはそもそも、その主もアスタリスクに対する、シャイターンアスタリスクの援助者の一条なのである。地とアスタリスクよ、我らアスタリスクがあなたを使わしたのは、吉報を伝え、警告を告げる者の一条としてに粗とならない。言うのだ、私はそのこと、啓示の伝達、について、あなた方にいかなる見返りの一条も要求してはいない。しかし、自分の主アスタリスクへと道を選ぼうとする者のみ、アッターアスタリスクゆえに施すのであり、それは自分自身のために粗とならないの、である。そして、死ぬことのない衛生するアスタリスクを方、アッターアスタリスクにすべてを委ね、その称賛アスタリスクと共に彼を称えアスタリスクよ。その僕たちの罪に通行されるお方は、彼だけで十分なのである。枯葉、書店と大地と、その間にあるものを6日間でお作りになりの一条、それから御座に上がられたにお方で、慈悲や招きアスタリスクお方。ならば、預言者アスタリスクよ、それさんについて通行されたお方、ご自身に尋ねよ。彼ら、不信仰者アスタリスクたちに、慈悲や招きアスタリスクお方、アッターアスタリスク、にさじだアスタリスクせよ、と言われたとき、彼らは、こう、言った、慈悲や招きアスタリスクお方とは、誰なのか。の一条一体私たちが、あなたが私たちに命じるものにさじだアスタリスクするというのか、それは、彼らが、信仰から離れ去ることに拍車をかけたのだ、独唱のさじだアスタリスク。天に星座を設けられ、そこに灯火の一条と照る月を置かれたお方は、祝福に溢れておられる。また、枯葉夜と昼を、そこから、教訓を得たい者、あるいは、その恩恵に対し、アッターアスタリスクに、感謝を望む者のため、交代する者とされたお方。慈悲や招きアスタリスクお方、アッターアスタリスク、の僕たちとは、地上をつつましやかに歩くの一条者たち。また無知な者たちが彼らに嫌なことを話しかければ、無難なことにを語る者たち。また、自分たちの主アスタリスクに礼拝しつつ、さじだアスタリスクしたり、立ったりしながら夜を過ごす者たち。また、こう、言う者たち、我らが主アスタリスクよ、私たちから地獄の懲罰を遠ざけてください。本当にその懲罰は、ずっとついて回るものなのですから。
本当にそれは、定住地、滞在地として忌まわしいものです。また、出費した際には浪費もせず、主戦度にもならず、その中間に程よくある者たち。また、アッダーアスタリスクと並べて別の神を祈らずの一条、アッダーアスタリスクが禁じられたものを正当な権利になしには殺さず、貫通しない者たち。それらの滞在アスタリスクを行う者は誰でも、来世で、罪の報いに出会うのだ。復活の日アスタリスク、彼には懲罰が倍増され、癒しめられつつ、そこで永遠に止まることになる。の一条。ただし、介護し、信仰し、正しい行いアスタリスクを行う者、それらの者たちはアッダーアスタリスクがその悪行を善行に変えてくださる。アッダーアスタリスクはもとより、許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方なのだから。また、介護し、正しい行いアスタリスクを行う者、本当に彼はアッダーアスタリスクに対して、まさしく介護しているのである。また、偽りには立ち会わずの一条、ザレ事が語られている状況に出会えば、綺麗に通り過ぎるに者たち。また、その主アスタリスクの未調によって教訓を与えられれば、牢や盲目のようにはならずの一条、それに対して、サジダアスタリスクして、崩れ落ちる者たち。また、我らが主アスタリスクよ、私たちの妻や子孫のうちから、私たちに喜びの一条をお授けください。そして私たちを、経験アスタリスクな者たちへの動詞としてください、という者たち。それらの者たち、慈悲や招きアスタリスクお方の僕たちは、彼らの忍耐アスタリスクゆえに、天国の高き住まいによって報われる。そしてそこで、挨拶と平安の一条を授かるのだ。そこで永遠に泊まる、それは定住地。滞在地として素晴らしいもの。言ってやれ、もし、あなた方の祈りがないのならの一条、我が主アスタリスクはあなた方のことなど、お気にもかけられない、不信仰者アスタリスクたちを、あなた方は確かに、嘘つき呼ばわりしたのだから。ならば、やがて、あなた方には、それ、懲罰、が必然となろう。